ポケモンソルジャーの A0 です。ケツナイです。フィリピンです。プライドの対策を考えよう。大事だ。俺も知りたい。5月から始まったランクマシンルールで絶賛活躍中のコライドン。今回動画を収録している5月3日時点では伝説ポケモン中ナンバーワンの使用率を誇るポケモンとなっております。これまでの SV 対戦の想像を絶する火力になれないと、毎試合おったまげること間違いなしです。今回はコライドンの対策方法を頑張ってひねり出して目指せ対策方法100個。大きく出たな。ちなみにカウントはしません。気持ち的に100個ね。本当に100個になるかもしんないからな。具体的にコライドンって何が強いのというところなんですけど、まず特性で天候が晴れになって、ヒヒロの鼓動で火力が 1.33 倍になること。そして晴れで炎タイプの技の威力が 1.5 倍になって、それに炎テラスも加えるととんでもない火力になる。マジでとんでもないからね、これ。晴れ。ハチマキ、テラス、フレドラって、例えばどんぐらい強い？ウーラオスのハチマキインファイト2回分ね。想像を絶するね。ダイマー CS サンダーとかだったらワンパンできんじゃない？あ、いや、ワンパンだね。それに加えて、晴れてるから水タイプの技に対して耐性がつくし、凍らないし、味方の古代活性のポケモンも強くなるし、味方の炎技の火力も上がると。天候を変える特性って強いのに、それプラスアルファで持ってるのがおかしいんだよ。プラードンは晴れに変わるだけなのに、で 1.33 倍してんのっていう。それに加えて元タイプ格闘ドラゴンから炎になるという耐性やら攻撃範囲の補完なのが素晴らしいと。フィアリー4倍を半減で受けて氷も半減になるか。もはやさ、テラス切ってないコライドンに対してハワタク神がムーンフォース打ってるとこまだ見たことないんだけど。確かに打ちたくないしな。なんとシャドボ6割ジェム4割みたいな。あと電磁波ね。格闘ドラゴン炎の範囲を全て半減以下に抑えるのは結構難しい。ここキーポイントだね。結構難しいから。半端なポケモンだと半減でも余裕で持っていかれるしな。優秀なタイプや特性に加えて防御の出力値や、努力値がある程度ないと受けることはできません。からの素早さ出力値135に加えてタイプ1や晴れの恩恵を受けることができるスケールショット、ニトロチャージを使うことができます。これミライドンとのめっちゃ大きな違いだな、この S 操作。ミライドン高速移動はあるけど。殴りながら速くなる手段を2つも持っています。S を速くするだけじゃなくて、もはやニトロチャージとか相手を倒せるからな。このテラスニトロチャージの火力は海流の激鈴ね。持ち物なしで？両方持ち物なしで。だいたい陽気海流がダイジェットするみたいなもんだ。本当にそうじゃん。陽気海流がダイジェットするみたいなもんだわ。テラパゴスのロックカットちょっと泣き涙が出る。そして HP 種族値100、防御115、特防100で硬い。ていうか種族値が670族って伝説の中だと低いけど、いらない種族値が85で低めだから実質種族値的には結構高いよね。だいたいイラン AC のどっちか100ぐらいあったりするんだけど、ね、主力戦の効率がいいから硬いと。さっきの格闘ドラゴンから炎になると弱点が一貫することはないから、テラスタルタク込みで当倍でワンパンしようとすると普通に硬いからそもそも無理みたいな。まあ無理だね、なかなか。そして、他の要素も盛りだくさんで、サブウェポンや補助技などもちゃんとあります。マジで補助技揃いすぎなんだよ。剣舞ビルドの積み技など、起点回避の挑発、サイクルを回せるトンボ返り、かゆいところに手が届くワイルドボルトやアイアンヘッドもあります。サブウェポンだとないのが地震ぐらいじゃないって思うんだけど、地弾打はあるけど。地震はなくてよかったね、とりあえず。うん、いや、マジでよかった。なんで地震持ち見ないんだろうなって思ったら覚えないのか、こいつ。あったらやべえ。あったら多分地面テラスもめっちゃ増えて、もっとわけわかんないことミラーがとんでもないこと。いや、マジでわけわかんない勝負させられてる。コライドンの強さはこんなところかなと思うんですけど、それを踏まえて5月3日時点の使用率を見て、今コライドンはどんなことになってるのかを見ましょう。技としては殴る技がいっぱい。そうだね、補助技剣舞しか入ってないか。まあニトロチャージもほぼ積み技みたいなもんだけど、スーパーすぎる積み技。持ち物もこだわりアイテムと突撃直帰が、だいたい半分以上を占めてるので、補助技は技の使用率に入りにくいということなんでしょうけど、環境が進んでいったらどんどん挑発とかビルドアップとか身代わりとかも顔を出してくるかもしれません。
テラスタルはほぼ炎。えぐいぐらい炎。こいつに関しては別に分かってはいてもみたいな感じだし、それが強いから別に工夫する必要もない。炎を読みなんかされるのにもケアが効く他のテラスだったとして、ブレザラとかニトチャの火力がやっぱしょっぱい。しょっぱいって言っても強いんだけど、パッとしない部分はやっぱあるから。格闘ドラゴンとの相性良すぎて、テラス読みとかを考えるんだったらもうテラス切らないとかで対応できてたりしそう。そうね、その二択でね。まあ、最初のシーズンだからね、一旦炎で使ってみるっていう人も多いんだろうから、今後はなんかややこしいのが出てきたら、対策はもっとしづらくなりそうだけど、一旦炎テラスを考えて対策を考えていくということで。そうだね、他は、まあ、一旦、今んとこは無視でいいんじゃないか。こだわりが半分以上占めてるっていうのも、まあまだ無情か。いろんな方使われるよりか。性格は陽気が半分以上だから、まあほぼ AS ブッパーと考えていいでしょう。まあ陽気は AS だよな、さすがに。まあ、HS とかあんまいないよね。いじっぱりもう、なんだかんだ 43% いるから、陽気の火力だけ考えて体調整してたらいじっぱりに貫かれる。いじっぱりは配分も無限だし。HA とかだったら、さらに硬いからね。エース倒す調整かっこ HA に耐えられてニトチャで負けみたいな。まあ、同じチームは安定の羽ばたく神。上からだろこれほとんど。確かに使用率上から。ユイがちょっと多いかなぐらいか。オーガポンって使用率高いけどあんまりパッとしないんだけどな。なんかここがめっちゃ噛み合ってるみたいな、羽ばたく神とかと比べると。炎もねそんなに使用率高くないから多分水と組んでるんだろうけど、光合成はめっちゃ回復するよ。でも水のツタコンボはめっちゃ弱いけど、あんまり一緒に出す感はないよな。水ポンとコライドン、ソーラーブレードとかしちゃうのかな。もうそれ水ポンじゃなくていいからな、マジで。それは炎ポンの方がいいわ。そんな感じでデータも確認したところで本題の対策を考えていきましょう。コライドンは物理アタッカーなので、一旦物理受けで受けてみましょう。今の物理受けの代表って誰だ。一番硬いのはクレベースですけど、タイプ相性で真っ向から。まあ一旦テラスタルしないとどうしようもないと。炎半減は必須だから、じゃあ先にテラスタル切らないといけないな。か対面合わせてテラス切るか。クレベースってさ受かってないよね。こいつが受かるのってハチマキ激凛ぐらいまででしょ、海流とかの。だからハチマキにヒヒ色ついて激凛打たれたらそりゃ耐えねえよっていう。陽気コライドンのハチマキ激凛が HB クレベースに対して 95.7% の乱数2発で倒せちゃうから、炎を対策するテラスだと激凛を半減できないからダメでした。終わった。そう、なんかそういう話だっけ。一番硬いやつが耐えれないから終わったんだけど。ちょっと奇跡なんじゃらは奇跡なんじゃら。奇跡で一番硬いのってサイドンだっけ。サイドンはもうダメだろ、回復技ないんだから。奇跡で回復技あって硬いのって誰だ。プリツーよりかがクレベースの方が高いから、ね、硬いからね。そんなものはいません。奇跡でも無理か。じゃあ単純数値受けは不可能。はい、無理です。特性とかで同行しないと無理。元が炎半減のヘイラッシャはそれだといけてるのかな。普通にハチマキインファイトとか激凛で2発で倒されるけど、ハチマキなの確認してからフィアリーテラスすれば一旦はしのげる。一旦はね、受けではない、しのぎだ。そっから次のサイクルでハチマキ炎テラスフレドラされたらワンパンされんちゃう。大丈夫、ワンパンはされないか、ギリ体ぐらいか。計算したんだけどさ、フェアリーテラスした HB 巨人がワンパンされるんだよ。ああそうだね。だからコライドンは受けることを諦めた。ヘイラッシャなら受かるね、一発は。あとヘイラッシャはフレドラ打ったら反動痛いっていうのがあるね。そうね、なんかそこで勝負するしかない。フェアリーテラスしたヘイラッシャが陽気コライドンのハチマキ炎テラスハレーフレアドライブ、最大ダメージが 95% だからまあ耐える。実際5つ目の割合めっちゃ増えてるよね、あのレギエフとかと比べても。残飯持ったところで意味ないから5つ目の方が手っ取り早いんだろうね。まあ、残飯持つとテラスなしでハチマキインファ2体守る込みでみたいな、運が良ければ。天候を枯らすのが大事だから。はい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 。晴れなくなったらヒヒロの鼓動の補正もなくなるから、ヒーラ社の守るで天候を枯らしてとか。そうだね、それが生きたりするんですけど、5つ目はなんか受け切りは諦めてる感じはするな。裏との連携だよね、そっから先制技圏内に入れたりとか。まあ、ヘイラッシャに対しては S 上げるの難しいだろうから、なんかハチマキコライドンより速いやつで倒すとか。じゃあ受けるば大変だな。まあ大変でしょうね。そりゃそう。1ミリも使う気ないから一言だけど。
か。無限ダイナとか鳳凰伝説にしたら、ケイラ社で削ったとてそこから倒すやつになりみたいな。2匹使ってクルクルして頑張るんかな。HP1 で高速超火力ポケモン残ってるからな。5つ目ハピナスで反動で削り切るみたいなツイート今日見たんだけど。はい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 。いやーまあ昔からあるよね、そういうシリーズ。ステミタックルガルーラに有効みたいな。あとファイヤローを倒したりとかもできたり。でもこいつは別にフレアドライブだけ打ってくるわけじゃないからな。ヘイラッシャーとかにインファイト打たれたら意味ないし。なんならドレインパンチで回復されるかも。涙止まらんな、それされたら。そもそもそう、フレアドライブ非採用の方とかだったらもうそもそも成り立ってないし。立ち回り次第でそういう選択肢を考えるのは大事な気はするけど、フレドラ反動で頑張るっていう。ケンタジの時ザシアンもランドロスで5つ目入れて、その後ザシアンで倒すとかもあったもんね。5つ目入れて巨獣山の圏内にみたいな、自分のザシアンが早いからみたいな。やっぱりコライドンが万全の状態だと受けられないから、一番手っ取り早くその状態を奪えるのは天候を書き換えだから、天候を書き換えてカバね、硬犬だとカバルドン、ペリッパーかな。さすがにニョロトノは違うしな。伝説だと海洋がペリッパー見たことないけど本当なのかな。今ワイルドボルトなければ受けれる、ハチマキ以外は。でハチマキ激鱗飛んできたらフィアテラすると倒せる。フェアテラしたら結構完封できるし、ね、ここへ来てカバルドンがちょっと注目され始めてきてるの熱いんだよな、俺的に。カバ好きだしね。人類にお株奪われてたから。まあでも採用理由的にさすがになんか HB 一択みたいになりそうなのが使い方が狭いけど、バドで全抜きするならカバルドンありかなってちょっと思ったんだけど、並びとしてはなんか耐性ガバガバだからうまくいくのかなという不安がすごい。カバルドン一般ポケモンに別に何も強くないから。そう、天候書き換えポケモンコライドンには、まあ、役割持てるけどそれ以外が結構微妙っていうね。一般ポケモンも浮かんねえやついっぱいいるから。別にコライドン対策したところでメガネ神強いし、からそのポケモンたちが起点に崩されちゃったら元も子もないんだよなっていう。コライドンの強いところってコライドンの強さはもちろんだけど、まあ、相性いいアバタク神とかイーユイとかが一緒に入ってて、そこになんかワンボーとかランドロスがトンボ食いたんで対面操作して有利な対面をさらに作ってくるみたいなところもあるし、コライドン入りでなんかドヒドリとか入ってる受けパーティーもあるし、いろんなパターンも考えて対策しないとコライドン対策とは言えないよね。仲間たちいっぱいいるから、神みたいに、なんかマジと仲いい、使ってくれみたいなやついるのが、で神はと普通に一番多い、一番つか普通にめちゃありえないぐらい強いし、バドにはいないからな、こいつとセットで使ってくれっていうやつは。まあ今のところは使用率トップのハバカミとはタイプがめっちゃ被ってて使いづらいし一緒に入れづらいし。じゃあ次はさっきのヘイラッシャーみたいに炎半減のポケモンがフェアリーテラスをすれば流れ的にしのげたり、そのまま反撃で倒せたりすることもあるので、まあ、そういうところを見ていきたいなと。まあ素で炎半減っていうのは結構大事よな結局は。じゃあ炎半減の中で物理耐久指数が高いポケモンを探すと、まあヘイラッシャーを飛ばして巨ジオーンとかウガツホムラとかママンボウになってきちゃうけど、ウガツホムラさマジで硬いよ、フレドラに対しては。フレドラに対しては確かに。フレドラ耐性はやばいやつ。マジで硬いけど、向こうじゃないポケモンの中で一番硬いんちゃう、フレドラ耐性だけで見たら。複製で B 上がるは4分の1だわ、ですごいけど。朝の日差しでめっちゃ回復するし、ワイドブレイカーとかいやらしい噂もある。炭の起点にされることもない。火炎の守りしたらテラスしてこないコライドン燃えるかも。いかにもあいつ燃えなさそうなのに。ウガツホムラって多分硬すぎてさ、こいつさ銀ファイトも耐えるよね。まあ耐えはするんじゃない。2発は無理だろうけど。2発は耐えないな。ハチマキじゃなければ多分耐えるけど、古代活性発動させても HB ウガツホムラでハチマキインファイトを2体するのは不可能だ。古代活性とねヒーローのことがほぼ総裁だから頑張れそうなんだけど惜しい。でもフェアテラホムラはマジでワンチャン対策になるかも。ギリこの半減シリーズの中だと、この半減の特性を持ってればフェアリーテラスした後も炎耐性があるってことで、この半減特性を持つポケモンで一番物理耐久硬いのはカビゴンらしい。あーカビゴンなの。次タルプルだって。いや奇跡イノムのが硬いよ。まあ回復はできないね。回復するならタルプル。タルプルここで対策ですって言い切る。まさかそんなことできる。裏のあらゆるポケモンに強くないっていうのが、まあヤドリギでサイクル有利はあるね。なんかもうパーティーからしてもそういうパーティーに絶対になっちゃうね。テラス全
提かつ。てか、テラス前提ってむずいよな。もともとが弱点だから、一回後出しすることも許されないからな、なかなか。コライドン見たら、初手タルプルフェアリーテラス。確定。初手神来たらどうすんだよ。神来た時にもテラスできるように守るを入れる。そう、テラス守る。あ、テラス守る。やる。でかすぎる、メガゲンガーみたいな。そう。でも、そういうシリーズさ。金武挑発とかされたら結構くちゃくちゃになるからね。くちゃくちゃになるね。何々対策って言ったらどうしても受けてからなんとかするみたいなポケモンの考え方になるから、それで剣舞挑発どうすんのって言われたら無理ですってなりがちちゃうか。そこ無理じゃなかったら結構すごいし、ね、うん。剣盾のザシアンに対するヌオーみたいな、こんな便利ポケモンはなかなかいないしな。いや、そうなんだよな、いないんだよな。こいつランクアップじゃないからね。補正を上げてきてさらに天候まであるからずるいんだよ。だから単純な性能で受けないといけないんだよ。そう、そんなんねえっていうか無理だろう。しかもだってヌオーはめちゃめちゃ汎用性あるからなっていう。ね、技クソ強いし、ちょっとした爪アタッカーだったらギリどうにかなるスペックはあるわけで。ほな次は半減特性じゃなくて炎無効特性まで行って、その中でエアリーテラスしたら、まあ、いい耐性はできるよね。もらえびか。結局バウッツェルとかソウブレイズ騒がれてるけど、実際この辺はコライドにどこまでいけるんだろう。コライドだけ見たら結構いける。まあ、バウッツェル挑発なかったら、あとアイヘ。アイヘはもうそれはあんまり考えたくないけど、本当の終わり。嫌われすぎ。なんならコライドンのトンボから羽ばたく髪メガネでムーブを押してくるだけで相当苦しい気がするんだけど。相当苦しいとかじゃなくてもう無理よ。それはもうこの対策談義がそれはもう羽ばたく髪まで意識しなくちゃいけなくなる。でもソウブレイズは剣舞影打ちで髪も倒せるよ。髪ってそんな弱くない。なんなら結構強い、まあ、結構強い持ってるけど悪くない。でもソウブレイズはハチマキ激凛で死んじゃうんだよ。まあフェアリーテラスしてやっとなんとか、後出しするときに物によってはそのままやられるっていう。でも対面でもいきなり激凛怖いからってテラス切ったら普通に引かれるとかなって、なんか渋いなみたいな。いやいや、それはもうそっからサイクル勝たないと。それ負けてるようじゃもうダメよ。コライドンと対面して晴れ無念の剣結構裏に入るし。ああそうそう、もらえび組は炎で殴った時に裏に負担かかるの結構偉い。あとソウブレイズは積み合いもできるからね、ビルドに対してビルドで挑発までされたらちょっとあれだけど、ビルド無念は強い。じっぱり A ぶっぱだったらもらえび発動して晴れ無念の剣でエースコライドンに大体半分ぐらい入るから、ね、めちゃめちゃ強いやん。逆に晴れ利用したるでっていう。ライビシリーズだとソウブレイズなんかな結局は。まあ、シャンデラもタイプ一緒だけど、こういうのさ、なんか露骨すぎてさ、秘密画面にいたらさ、なんか恥ずかしくない。どういうこと。必死やん笑う。必死だろ。採用するのなんか恥ずかしいんだよねこういうの。いやいやいや、恥ずかしがるなよ。ザシアに対するヌオーぐらいだったらいいんだけどさ、コライドン対策のシャンデラを恥ずかしがるなよ。お前コライドン見たらシャンデラ全部投げんのかよっていう。なんかその思考の凝り固まり感、秘密画面でさ、あっ察しみたいなされたくないから、なんかあんま使いたくないんだよ。でもヌオーだって最初はそんな立場だったはずなんだから。えでも俺たちは最初から信じてでしょ、ヌオーのいけるっしょって。剣盾竜王戦ヌオー使ってたし、ね、でもなんかヌオーとは違うのよなこいつら、なんかはずい。いや恥ずかしがってんのは切ないさんだけね。マジ堂々としてるけど、どう俺の対策って。コライドン対策すいません、これしか思いつきませんでしたって採用したみたいな。なんでヌオーはいいんだよ。フェイス画面に言ってるようなもんじゃん。いずれね、ソウブレイズがまだずーっと認められていくんだったら、その恥ずかしさもなくなっていくのかな。ヒードランはソウブレイズとかシャンデラと違って元からドラゴンには耐性あるね。格闘にはないけど、ヒードランは恥ずかしくない。それもう格だろ、ポケモンの強さの。ガチガチのコライドン対策ですよじゃなくて、普通のポケモンにも種族地で戦えるから。そうそうそう、今まで挙げた中では戦える範囲は広そう。あとね、まあちゃんと
羽ばたく神といい唯にも強いし、コライドン入り受けサイクルとかにもマグストとか挑発で戦えるから、こいつは恥ずかしくない。恥ずかしくないんじゃなくて、ただただ強いだけだろ。ヒードランが格闘技が飛んでこない対面ってのは別にいくらでもあると思うから、コライドンと対面して。炎技飛んでこない対面ってなかなかないと思うんだけど、読みとかも考えたらあらゆる対面打たれるし。だけどまあ格闘技飛んでこないっしょっていう対面はまあね、可能というか、ランドロスとかに格闘はまあ飛んでこないやろみたいな、まあ、ヒードランセンス側に見えてるから打つよっていうのは、まあ、ある程度あるにせよ牽制はしやすいよ。からまあ後出しからフェアテラみたいな展開は割としやすいのかなっていう。どういう方が強いかな。直帰フルワタにするか、とりあえずテラスタイプがフェアリーほぼ固定になっちゃうから、それと噛み合うような方にはなるけど、うん、直帰でフルワタにするか、残飯挑発とか、いつものヒードラン型ね、ステロで削るか、鬼火打つか、鉄壁するか。相変わらずマグストがパオジアンとか貫通してきてうざいから、マグストは強そうだけどね。当てれば強いよな、マグストはやっぱ。結局実際今使用率的には直帰の第一マグストラスカテラバが一番多いっぽいけど、とりあえずで使うんだったらそんな感じかなっていう。でもテラスしなかったらさ、マグストラスカ鬼火挑発みたいな技構成やったらさ、ミラー絶対勝てないじゃん。勝てないね。だからそれってどうなる？マグスト第一ラスカの3ウェポンにしたら解決するってこと？ミラーまで考えたいならそう。でもその3ウェポンさ、あんまコライドンに有効だなくね。このテラス切ってくれるんだったら第一は通るけど、テラバ入れないとダメってことだよね。まあでもラスカで妥協、あんまり抵抗できないコライドンだったらラスカでも十分という説はあるけど、うん、そんな言うてもさ、ハチマキインファなんだかんだ痛ない？いやめっちゃ痛い、半減でも全然痛い。ハチマキインファ食らってからの、まあ、裏に一回引かれてってなったらもう受かんないし、普通に4割ぐらいは覚悟しないといけない。テラス切ったとしても、めっちゃ固くしたとして、直帰 HC とかだったらハチマキインファイト半分入りますよそりゃそう。 HB とかにしないと。 HB 直帰足りない足りない C はマグストで補強もう命中不安だ。ヒードラン出して毎試合マグストって言ったらもうやってらんないけどね。それはそれでめっちゃランドロス無償降臨にしてきて腹立つんだろう。一回当てたからって別に勝たねえからな、マグスト。それってなんか何回もサイクルするんだったら守るとか食べ残し欲しいけど、技とか努力値、持ち物、ありとあらゆるのが足りないというか。600族で足りない言われてもって感じだけど、しょうがない。でも一番イケてる感じの中ではまともなポケモンだよね。ポケモンとして。数値が違うから。ソウルレイザーまだだいぶマシだと思うけどな。受ける方向で行くならヘイラッシャヒードランで、その下にソウブレイズぐらい、うん、ギリカバー。まあそうか。ペリは本当に他をガン無視するんだったら、まあバウってるよりかは強い気はするけど、ペリッパも恥ずかしいけど恥ずかしがんの勝手にペリッパは他との組み合わせによってはおーすごいねってなるじゃん。いやそれ組み合わせて恥ずかしさを軽減しようとしてるやんだからクロバド入れてコライドン対策したいなってなってペリッパにたどり着きました。雨生かさないと恥ずかしいからブリジュラスを入れましたっていう流れじゃん別に雨ブリジュラスが環境に刺さってなくても使おうとしてるからですよ。謎のこだわりを持っている人もいますが、恥ずかしさ理論、まあ、受けるのは正直これぐらいのアイディアかなと思うんで、上から殴って倒せたら一番楽だろうという。例えばメガネバドレックスのアストラルビットでエースコライドンはワンパンできます。めでたい。でも今後イーチフリとか直帰が増えたらダメです。スカーフコライドンは無視なんですか？それそうなるでしょう。だってスカーフコライドンの上取ってコライドン等倍でワンパンってどういう事件それはスカーフバドでテラバ打つしかないんじゃない？ステラテラバ、うん、ステラテラバ。でもテラスしてこなかったら、それはずるい。テラスしてこなかったら激輪体調整してテラバテラバで倒すとかできるかな。1回目テラスアストラルビットでムフリはワンパンできる。2回目だと最速コライドン抜けまへん。俺控えめスカバド使ったら陽気スカーフコライドンに余裕で殺されたでしょうねそれセンスなし。コライドンより早くてステラテラブで倒せないんだったらもういないや。そもそもスカーフ考慮してコライドンの上取れるのがこの世に何匹いるんだよっていう。あとあれだ、オーニューラの剣舞飛行テラスアクロバットで炎テラスコライドン落ちるわ。ムフリはムフリはムフリはね。だからミライドンプラスエレキシードオーニューラでムフリは一貫して倒せますと。伝説同士で戦わせるのは大事よ。
全てを諦めてって言い方したらあれだけど、コライドミラーもミラコラミラもバドコラもって殴り合って頑張るっていう。コライドン殴り合いに強いんだよな。その殴り合い基本的になんか負けてしまうんだよ。ミライドンでメガネ流星群したら倒せるよ。でも同速負けたら負けるよ。フェアリーテラス読みフレアドライブ打たれたら負けるから、まあ、それ込み 75% で有利という理論で、タクと同速あるから 75% で、コライドンのテラスは炎しかないから、ミラーがもうぐちゃぐちゃなんだけど、コライドンって。コライドンミラーはそんなぐちゃぐちゃじゃなくね。だって炎はテラス仕様が姉妹が半減だから。どっちかというとコライカミミラーがやばい。コライドンミラーでハチマキインファイトにハワタク神出てくるとか、古代活性発動しても神同士は同速とか、もろもろ考えたらそれもとてもぐちゃぐちゃ。古代神ミラーはマジのぐちゃぐちゃだな。トンボ返りから格闘技受けにハバ神出すってしたら、まあニトロチャージ打ってくるとか、かといって突っ込んだらあのスケールショット打ってくるとか。だからおじけづいた方が負けるんだよな。鋭い方が勝つ。鋭いというかって感じだけど、コライドン対策、己の鋭さ。でも実際ミラーは5分あるだけマシなのは結構ある。確かに他の場合そんな5分ないみたいな。マジで適当言うけど、ブラックレーム使ってたら5分なわけないやん。コライドン5分あるだけ感謝ってことで、みんなコライドン使ったら5分になるってこと？コライドン対策、コライドンを使って5分にする。それで不利は取らない。少なくとも不利だったら矛盾だから、きっちり5割で勝負しましょうってこと。結局だから一般枠で差をつけろってことになるんだけど、ちょっとした受けのやつにすると、そうやって S の起点にされて自分のミラコラが負けるから、いっぱい受けないといけないんだよなっていう。でもコライドンを受けれるのは両手で数えるほどしかいませんでした。うん、そらそう。で、ゴツメランドとか出してもクリアチャームニトロチャージとかで逆に起点にされてるのを見たりし、そういうのを含めて開拓されたら手がつけられなくなるし、今でいう表の型をみんながどんどん使っていったら、それを対策するためにヘイラッシュとかカバルドンが増えていって、じゃあそれに強いコライドンの型にしようって流れに絶対なるからな。今以上にばらけるよね、コライドンの型が。逆にばらけたら対策しやすくなるっていう説あるよね。ハチマキだけ浮かんないポケモンっていっぱいいるから、ね、うん、そう、ハチマキが逆に減れば受けはできるようになっていきます。そう、っていうパターンは正直ある。でヘイラッシャーとかハチマキ以外受かりはするもん。挑発ビルドとか地割れ打ってれば勝てるし。それはあるあるやね。だからもうみんなが研究進むのを待って相対的にハチマキが減るのを待ちましょう。とんでも理論だ。そんな感じでコライドンの対策は、まあ、あるにはあるけど、ハチマキはそもそも無理がある場合が多いという。うん、そうです。ハチマキと挑発研磨両対応無理すぎる。不可能。ヒードランとかソウブレイズでハチマキスカーフなどを一旦懲らしめて、ハチマキの母数を減らすことから始めていく。そしてヘイラッシャーで地割れを打つ。そうすると物流系で受けるのが現実的になってきます。そしたら物流系で受かるのを諦めて、どっちかっていうとミラーに勝てればいいかみたいな方が増えたらもっと受けやすくなる。するとヘイラッシャーとかカバルドンが挑発でいじめられて刺さりづらくなると、物流系が今度その挑発などに強い少し物理耐久を抑えたポケモンたちが流行るので、そこにハチマキが刺さります。コライドン対策会じゃなくてコライドン型今後の予想会になった、ね、もうそうなってもう見定めていかないと大安定は無理よね。そう、実際そうだね。一匹でこいつで受けますは不可能だから、ヌオみたいにはいかないやつってことやな。頑張って経験と知識で対応していきましょう。大変だ、頑張りましょう。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。